大久保彦左衛門はどんな人？家康にも還元、天下のご意見番が行く。今回は天下のご意見番、大久保彦左衛門について紹介していこうと思います。江戸初期、天下のご意見番として名を馳せた彦左こと大久保彦左衛門。代々松平、徳川家に仕えた三河譜代の武士にて、忠義一徹で頑固なザ・武士のイメージですよね。しかし、その忠義の裏にはあるふつふつとしたブラックな思いが。彦左衛門が晩年に記した三河物語は、そんな彦左衛門の思いが込められた毒舌の書です。現代にも通じる彦左衛門の悲哀と意地とは。今回は型破りな言動と三河武士の意地を貫いた彦左をご紹介します。大阪の陣で旗が倒れなかった。大久保彦左衛門といえば、将軍家光にも歯に衣着せずズバズバと還元、魚屋の一心助けとともに強きをくじき弱きを助ける庶民のヒーローとして講談などで人気を博しました。まさに彦左かっこいい武勇伝の世界ですが、これはもちろん創作でも、家光に還元し一本気な人物だったのは確かなよう。彦左衛門の一番の意地っ張りエピソードといえば、大阪の陣の旗事件でしょう。家康が豊臣家を滅亡させた大阪夏の陣、敵方の真田幸村が家康の本陣を急襲し、家康本陣の旗は倒され、旗本衆も逃げ惑い、家康自身も危機一髪になったことがありました。後日、皆が家康の旗が倒れていたと話しますが、彦左衛門一人だけが7本の旗が立っていたと言い張ります。それを聞いた家康に呼び出されました。家康は、皆が旗は立っていないと言うが、と言うも、彦左衛門は、いいえ、旗は立っていました、と答えます。自分も見てないぞ、と家康、いいえ、立っていました。家康が怒り、この強情者、と脇差しに手をかけても、旗は立っていました。他の家来が間に入ってその場は収まりましたが、強情者彦左衛門の名が広がりました。彦左衛門も旗が倒れたのは知っていました。しかし、旗が逃げたとなれば、徳川家の不名誉として残ります。たとえ自ら首をはねられようとも、徳川家の名誉を守ってこそ譜代の家臣、との思いを持っていたのです。これぞ忠義というか、単なる意地っ張りというか。この時、彦左衛門は55歳の頃、ちょい悪親父ならぬ頑固爺誕生ですね。これが後の天下のご意見番のイメージにつながっていくのでしょう。ついてない大久保家。大久保彦左衛門は1560年、織田信長が桶狭間の戦いで今川義元を破った年に、代々松平家に仕える三河の大久保家に生まれました。彦左衛門は17歳の時初陣を飾ると、兄の忠世らの帰化として各地を転戦、高天神城攻めや第一次上田城の戦いで活躍します。兄の忠世は関東の要となる小田原6万石の城主となり、彦左衛門も3000石が与えられました。自警の忠助も駿河の国沼津2万石を与えられるなど、大久保一族は順調に出世していきます。ところが、結果的に彦左衛門および大久保家は地位と禄に恵まれませんでした。長兄の子大久保忠隣は本田正信らと対立し、大久保一族は改易になってしまいます。後に彦左衛門は復帰したものの、1000石後2000石、おまけに自警も後継ぎがなく改易になってしまいました。しかも社会の風潮も彦左衛門には逆風でした。家康が天下を取った途端、誰もがこぞって家康になびき、家康を嫌いな外様大名も家康に取り入って何十万石の俸禄をもらっています。ところが、家康の天下取りのために身を粉にして働いた譜代の禄高は高くありません。しかも徳川家内部でも
本多忠勝や榊原康政といった家康の天下取りを支えた三河武士の武功派よりも、官僚としての能力があり弁舌に優れた本多正信、正純不死などが重要されます。先祖代々仕えて槍働きで命を懸けて支えてきた戦国武士はリストラされ窓際族に。一方で戸様、家康家臣の中でも弁舌のうまい官僚派が功禄をもらいもてはやされる。くぅ、大久保家はこの不当な扱いの煽りを一番食らっています。ついてねえと文句の一つも言いたくなりますよね。とはいえ大久保家は三河以来の譜代家臣なので、ここで不忠をなせば先祖の功績を無にすることにも。といってこのまま黙っているのは腹の虫が収まらない。三河物語誕生ということで、彦左衛門は晩年自分の不満の吐け口を投稿、いえ子孫が不忠を働かないようにと徳川家への忠義を促す三河物語を執筆しました。これは大久保、徳川家の誇りと功績、武士の生き方を示した書です。ただしその正体は、後半部分はちょいちょい自虐を入れながら徳川家への恨み節ぶっちゃけのオンパレード。譜代はいい時も悪い時も犬であって逃げはしないと自らを犬と呼んで蔑みながら、それでも子孫には徳川家への忠義を促しています。彦左衛門は3代家光まで9代にわたって松平、徳川家に仕えてきた大久保家の誇りを語り、不忠をなすことは先祖の功績を無にする上、主君への裏切りは七逆の罪となり無間地獄に落ちると、これでもかというほど戒めています。しかも不遇なのは前世の因果だから仕方ないと心得よとも。前世が理由かーい。しかも一番諦めきれずに愚痴ってるのは自分じゃんと突っ込みたくなりますが、無間地獄、前世の因果などは自分を納得させる言葉でもあったでしょう。これは良い行いをしても栄えるとは限らず、悪い行いをしても栄える家もあると世の中の不条理を説いています。その思いを表すかのように、皮肉たっぷりに治療を得られる武士と得られない武士の特徴を挙げています。まず治療を得られるのは、1、主人に弓を引く武士、2、人にへつらい笑われるような武士、3、上辺がよくうまく立ち回る武士、4、そろばん勘定がうまく計算高い武士、5、他国の人間で新規召し抱えの武士。一方、治療をもらえない武士はこの反対。つまり主君には弓を引かず忠実な武勇の侍で、真面目一筋で上辺を繕うこともせず、そろばん勘定ができず計算高くもなく長く仕えている年取った譜代の武士だという。この治療をもらえない武士は彦左衛門自身です。融通も聞かず長く一途に仕えてきた武勇の者がバカを見るという痛烈な皮肉、自虐のブラックパンチです。ただしそれでも自らの信念を売っておべんちゃらを言って治療を得るくらいなら餓死した方がマシと勇ましい思いも吐露しているのは、さすが彦左衛門です。長く真面目に忠実に仕えてきた者がいつしかバカを見るという風潮、現代でも同じことが言えますよね。そう、会社を長年支えてきた営業一筋の古参社員が窓際やリストラの浮き目に遭い、容量が良くパソコンなど IT 機器を使いこなす新参の若者ばかり重宝される。現代のサラリーマンの悲哀にも共通したものを感じます。ただし彦左衛門はそれを不満に思って徳川家からフェードアウトしろと言っているわけではありません。それを仕方ないことと受け止め、変わらずに主君に忠誠を尽くすのが真の忠義だと伝えています。忠義って難しいです。彦左衛門の抱いていた不満は徳川譜代など武士たちに分かる分かると指示されたようです。彦左衛門はいわば不当に追いやられた彼らの代弁者でもあったのでしょう。三河物語は門外不出としていたようですが、いつの間にか世に出回り武士の間で隠れたベストセラーに。武士の間では
この書物を魚に、給料少ない、待遇悪い、エコひいきしすぎだぞと不満たらたら愚痴りながら、でもやっぱり徳川家がここまで来れたのは俺たちのおかげだよねとすっきり、いえ誇りを確認して明日からの方向に弾みをつけていたかもしれませんね。天下のご意見番、彦左衛門はこの思いを書物に書くだけでは飽き足らずに、もともとの一本気な性格も相まって型破りな言動も繰り返しました。おべんちゃらは言わない代わりに、言うべきことは相手が誰であろうとズバズバ還元します。ただ頑固で偏屈でありながらも忠義一筋、文句があったとしても曲がったことが嫌いな人柄や浪人たちの面倒を見て就職の奔走をしていたためか、義経の侍として人望が厚かったようです。そんな彦左衛門の型破りの言動は枚挙にいとまがありません。後世の創作もありますが、その一部を紹介します。沼津二万石を与えられていた時系の忠助は獅子がなかったので、弟である彦左衛門を養子にしようとします。しかし彦左衛門は自分の手柄ではないからもらわないと断っています。後に後継ぎがいないため改易になりました。もったいないお化けが出そう、どこまで強情なんだと言いたくなりますよね。旗本が登場の際にカゴに乗ることを禁止されました。彦左衛門は大だらいに縄をかけ、これを担がせて登場し、旗本は老齢になってもカゴに乗ることができず、大名たちは腰抜けなので年が若くてもカゴを許されるのかと将軍に談判、たらいで登場とはもはや笑い話です。土井勝利がある時自慢の馬を見せます。すると彦左衛門が、これが大阪の陣でビビったお前を乗せて逃げ足が早かった馬かと言い放ち、ギャフンと言わせています。家光もこの戦国の生き字引でもある頑固爺から昔話を聞くのを好み、しばしば招きました。家光がある時、源義経は弁慶のような忠義の侍がいて羨ましいなと言うと、彦左衛門が、今も弁慶のような家臣はいます、三河武士は健在です、しかし義経のような立派な主君はいませんがと家光をじろり、家光たじたじです。家光から死の間際に五千石を与える話がありましたが、もう少しで死ぬ自分には不要と断っています。ここはもらってくれよと息子たちは言っていたはず。頑固で偏屈なガミガミじいさんですが、たとえ相手が徳川家将軍であっても、本音をぶつける彦左衛門の痛快さと人間味あふれる姿は多くの人々に愛されたのではないでしょうか。彦左衛門は大久保一族を追い落とした本多正純の失脚や忠親の孫の大名復帰を見届け80歳で亡くなりました。まさに戦国は遠くなりにけりですよね。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この写楽のボタンを押してくださいね。あとこちらの動画ももしよかったらご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いします。